藤原です。今回は2022年の7月1日から開始された仮想通貨を送金するときの送金ルールの変更についてどうすればいいかというところを解説していきたいと思います。この件についてはね、かなり視聴者さんからコメントで説明してほしいという動画があったのであげようと思います。で、 YouTube 見たらね、先にいろいろあげている人もいたんですけど、やっぱりね、ちょっとそれでも分かりにくいんじゃないかなっていうところがあったんで、この動画では YouTube で一番簡単に、どうすればいいかってところを説明していきたいと思います。で、まず、なんでこれが施行されたかっていうと、法律のね、大まかなところ、そして、国内取引所が今どうなってるかって話と、で、僕の最後に考え方みたいなところを話していこうと思いますので、最後までね、しっかり理解して聞いてほしいです。で、まずこれが出されたのは、テロとかに、犯罪とかに仮想通貨って使われているっていうのが世界中であって、で、それをね、各国が結構悩まされてるんですね。で、そのマネーロンダリングの防止ってところで、よりそのお金の流れをね、ちゃんと監視しようってことで、日本もやってるってことです。でも、こんなこと、こういう厳しい、ね、送金規制やってるの日本ぐらいじゃない、なんじゃないかなと思うんだけど、本当にバカげてると思うんだけど、対応しなきゃいけないという感じですね。で、4月1日から、実際は準備期間ってことで、対応が始まります。で、最初に4月1日から始まるのは、まず受取人情報を記載するっていうことなんですけど、これは受取人の名前と、アドレスとっていうのが必要になります。で、10月1日から実際に法律が施行されて、そうなってくると、送付する目的とか、そういうのも必要になってくるっていう感じですね。でも、多くの皆さんは別に、他人に送金するっていうことは別に必要ないと思うんで、自分の取引所の口座から、自分の別の取引所の口座に送るとか、あるいは別の自分のウォレットに送るとかでどうすればいいかって話なんですけど、まずなんかね、その送金できなくなるんじゃないかみたいなのをね、結構その匂わせるインフルエンサーとかもいて、ちょっと誤解があると思うんですけど、一応4月1日からこれまで通り普通には送金できます。で、実際に僕も4月2日に、ビットバンクから、バイビットの方に送金してみたんですけど、別に何の問題もなくできました。ただやっぱり変わってる点があって、日本取引所側で、受取人の情報を記載するところができてるんですよ。例えばちょっとここに画面貼っとくんですけど、これビットバンクの例なんですけど、送金先アドレスを登録する際に、どこの取引所かっていうのを選べるようになってます。で、タブになってて、で、今回は僕はビットバンクで登録したんですね。で、これは本人の口座ですか、はい、いいえってのがあって、それにはいしますってのがあります。で、あとは、取引所なのかウォレットなのかその他なのかっていうのを選択できて、取引所だったらさっきのそのアドレスとかを入れるとかあるんですけど、ウォレットに手を選択すると、特に何もね、記載することがないっていう状態になってます。なんで、普通に、取引所、日本の取引所から、海外の取引所に送るときとか、日本取引所から、日本取引所に送るときは、この取引所のところで実際に取引所を選択して、いつも通りアドレス入れて、本人の口座です、入ってしてしまえば、普通に送れるっていう状態になってます。で、例えば日本の取引所から海外の取引所に仮想通貨を送りたいっていう時に、なんか気持ち悪いからあんまり受取人情報を入れたくないっていう人もいると思うんですよ。いろんな事情でね。心情的な問題とかもあるかもしれないけど、そういう人は、ウォレットを経由するといいと思います。さっき言ったように、ウォレットを経由すると、その取引所の情報というか、その本人かどうかとかっていうのはね、入れる必要ないので、ウォレット経由にして海外の取引所に送る。例えばビットバンクからメタマスクに送って、メタマスクからバイビットに送るみたいなね、そういう感じでやると、特にその今回の対応に追われるってことはないので、別に心配ないのかなっていうふうには思ってます。っていうのが一番わかりやすい話なんですね。あとは、国内取引所で言うと、ビットコインとイーサリアムで10万円以上の送金の場合は、相手先に、受取人の方に、送金した人の情報が通知されますよっていうことになってますので、これはでも別に自分たちがすることは何も変わらなくて、取引所から取引所に
情報が通知されますよということになってますので、まあ、そこはちょっとまあ念頭に置いた方がいいのかなっていうふうに思ってます。はい、ということで、今回は、ものすごくね、簡単に、もうとにかく簡単に説明したかったんで、言うけど、結論言うと、別に今までとやることは変わらないんだけど、取引所とかを選択する、ところができましたということと、まあ、本人か本人じゃないかっていうところを選択することができましたということで、特に何も別に変わってないということなんですね。で、10月1日から、その、海外の取引所とか、ウォレットとかに送るときとかに、目的とかをね、言われることが求められるということがあるので、またそれはそれで10月1日の施行の直前になったらね、また動画上げていこうかなと思います。とりあえず今回は7月1日からの対応についてもう一番簡単に説明したかったんで、そういうか、こんな感じでちょっと手短に説明してきました。はい、今日の動画役に立った方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。そして、動画の説明欄に僕をお勧めしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本取引所だと、全部差し値取引ができる、ビットバンクがおすすめです。で、あとは、海外の取引所だと、バイビットが一番おすすめです。150種類以上の仮想通貨がトレードできるし、ローンチパッドとかも充実してて、新しいコインとかもどんどん上場しているので、国内でビットバンク使って、海外でバイビット使うっていうのがおすすめです。動画の説明欄と、あとコメント欄に僕の招待コードがついたリンクがありますので、そこから口座登録すれば手数料安くなりますので、ぜひ登録してみてください。はい、ということで、今回はね、トラベルルール4月1日からのやり方について説明してきました。今日の動画役に立ったって方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンよろしくお願いします。間違えた。それでは最後に、フジマナじゃんけん、じゃんけんポン。またね。仮想通貨投資で今一番おすすめの取引所はバイビット。バイビットなら100種類以上の仮想通貨の現物取引と FX 取引ができます。そして、日本の取引所から仮想通貨を送るっていう方法以外にもクレジットカードで仮想通貨を買うという方法ができるので、日本の人にも使いやすい取引所になってます。そして、新しく人気になったコインの上場も早いし、ローンチパッドも充実してます。動画の説明欄またはコメント欄の一番上に、バイビットの招待コード、こちら手数料が安くなりますので、バイビットの口座持ってないという人はこの機会に始めてみるといいと思います。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。フジマナの YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、 Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。